最近ふと、ああ、12年前の失踪事件、お記憶をたどって真相を導き出したいなーと思ってたんですが、なんとたまたま運よくそんなゲームがありましたということで、今日紹介するゲームはこちら。未解決事件は終わらせないといけないからどうもメッシュです。今回は未解決事件は終わらせないといけないからをクリアしてきたので、いろいろ語っていきたいと思いますが、未解決事件は終わらせないといけないからのゲーム体験はストーリーを含めて一度きり、つまりネタが割れた時点で面白さががっつりと薄れてしまうものなので、動画ではゲーム内容をほとんど触れずに紹介するよっていうことを念頭に置いてご視聴ください。さて早速、未解決事件は終わらせないといけないからのことについてネタバレなしで語っていきましょう。とても面白かったです。ということで今回は未解決事件は終わらせないといけないからのクリア、気を取り直して本作の概要をちょいと一つまみしましょう。本作は今年の1月に韓国のゲームクリエイター、ソミさんが開発したインタラクティブフィクションゲーム。インタラクティブフィクションゲームっていうのは、テキストによる出力に対してプレイヤーがテキストによって行動を入力するキャラクターユーザーインターフェースのゲームであり、テキストアドベンチャーとも呼ばれる。らしいです。何言ってるかよくわからんので、簡潔に説明すると、このゲームは物語にプレイヤーが干渉、インタラクトできる、プレイする小説ですね。物語への没入しやすい工夫や、テキストを視覚的に色や動きで強調してあったりと、ゲームとしても物語を読む上でも、両方も楽しめるようになっているのが、この本作の特徴ですね。それにパズル的な要素もあり、すべてが繋がった時の快感はマジで半端ない。値段は800円で、プレイ時間はだいたい4から5時間ぐらい。ボリュームや満足感はサイゼリアがごとく、安いのに美味しくてお腹いっぱいになれる。たった数時間ポッチで心をつかまれてしまう名作。というのが大まかな概要。概要を少しつまんだところで本作のあらすじ。ちょっとやっぱ脱線していいですか？そうしますね。インタラクティブフィクションゲームってインディーゲームに多いんですが、日本語に対応しているものっていうのは実はめちゃくちゃ少ないんですね。理由としてまず、日本語が独特な言語であるということ。日本語の言い回しに翻訳するのに時間もお金もかかってしまうとか、日本人向けに作るより海外向けに作った方がプレイされるから、単純に日本と世界ではプレイする人口の分母が違うっていうので、日本語で作って日本で売るっていうよりは、最初から英語で作っちゃって海外向けに作った方がゲームが認知されやすかったりとかがあると。そういった背景があって日本語化されているものがすごく少ない、もしくはされてはいるんだけれども言い回しに違和感があったり辻褄が合わなくなっているものがあったりするといった日本との相性が悪いジャンルがこのインタラクティブフィクションゲームなんだけど、未解決事件は終わらせないといけないからは日本語に対応しております。そして翻訳が本当にすごい、てかもう美しい。クリアして調べるまで制作者が日本人だと勘違いするぐらいにはローカライズが綺麗。これは翻訳者に脱帽です。そんな翻訳されているだけで珍しいようなジャンルなところもあるので、気になっているならぜひともプレイしてほしいなっていう、そういう話にちょっと脱線させていただきました。さて、いい加減本編に触れてほしいと思っているところだと思うんですが、ネタバレ一切せずにってなると話せることがないんです。だからさっきみたいに脱線してこうやって尺を稼いでいるわけなんですけども、本当はこの時点で動画を閉じてプレイしてきてほしいぐらいには、先入観一切なしの一度きりの体験を大事にしてほしいゲームなんですよね。ですよね。だから出せる内容はギリあらすじ。あらすじだけで勘弁してほしい。ということで、本作でのあなたの役割は、聖火ちゃん行方不明事件という未解決事件を見事解明することです。しかし、肝心の事件は12年前、記録も証拠も何もかもぼんやりとしか覚えていません。覚えていることを必死に繋ぎ合わせようとするものの、この供述はいつのものか、そもそもこの供述は誰のものなのか、すべてが曖昧であべこべです。しかし、記憶というものは不思議なもので、思い出すとっかかりさえあれば枝分かれに思い出していけるでしょう。あなたは記憶の先に、事件の真相に何を見るでしょう。ついには自分のことも思い出せるかもしれませんね。ということで、未解決事件は終わらせないといけないからのクリアレビューでした。本当はさ、ここが良かったよねとか、うわ、そういうことか、ってなるシーンとかを語りたいんだけど、ネタバレされると本当に面白くなくなるんですよ、このゲーム。だから、動画の情報量としては微量も微量なんだけど、それだけひた隠しにしたかった理由を、未解決事件は終わらせないといけないからをやることで、
理解していただけたら、それでいいです。いいんです。それと、今後ろで流れている BGM、サントラが出ております。作業のお供や雨の日なんかにも聞きたい落ち着いた楽曲が揃っているので、サントラも含めて気になったらプレイしてみてください。今回の動画はこの辺で。ゲーム関係の動画や配信をしていますので、好んでくれる人はチャンネル登録、コメントなどをお待ちしております。んじゃまたどっかのなんかで会いましょう。ほいじゃ、お疲れ、バイバーイ。